頻繁に会える存在だなと思ってて、メンタルブレイクダウンをすごく和らげてくれるもの。学生さんが会いたいって言ったらいいよと言って、アドバイザーの先生っていう存在は細かいことでも僕は結構頻繁に会える存在だなと思ってて、悩んでてこういうのどうしたらいいですかねって言った時の答えっていうのは、あ、なんか意外とちゃんと見られてんだなみたいなのはすごく思います。自分自身こういったモヤモヤがあってっていうと、そういうモヤモヤはもしかしたらこういうところから来てるのか、それともこういうところから来てるのかなみたいな感じで、私の話を聞きつつ自分自身が持ってる知見をその持ちながらそのアドバイスをしてくださるので、あ、そうか、自分はこういうことにモヤモヤしてて、その原因はここにあるんだなっていう学びがあったりとか、そういう意味ではこのアドバイザー制度ってっていうのはすごく自分のなんて言うんでしょう、メンタルブレイクダウンをすごく和らげてくれるものでもあったなっていうふうに感じます。多くの学生さんは大学にこう入ってらっしゃる段階ではまだはっきりとは何をやりたいのか決まっていないという、こういうのばっかり取ってるけどこっちをやるとこれらもっとよくわかるかもしれないとかで、それによっておそらく学生さんは履修計画っていうのもはっきり立てられることになりますし、また将来進むべき道っていうのも自分だけで考えていたよりはこう広く捉えられるようになって、明確化してくるという、そういう効果があるんじゃないかなと思います。